1915年のベルリンの自宅でマックス・ペヒシュタインはドイツの画家である。ドイツ表現主義のグループ、ブルッケの主要なメンバーであった。ザクセンのツビカウで生まれた。父親は繊維工場の職人であった。1896年からツビカウの装飾画家の見習いをした後、1900年から実業学校で学び、1903年から1906年の間、 ドレスデンの美術学校で表現主義、アール・デコの画家、オット・ーグスマンに学んだ。エルンストルート・ビヒキルヒナーやエーリッヒ・ヘッケルに出会い、1906年にブルッケに加わった。ブルッケのメンバーは建築などを学んだメンバーが主で絵画の教育を受けていたのはペヒシュタインだけであった。1907年にザクセン州の賞を受けてイタリアを旅し、その後パリも訪れた。 1908年にベルリン分離派のメンバーとなるが、1910年に分離派から分裂した新分離派を結成し、会長となった。1911年末に会長の再選に失敗し、ブルッケのメンバーは新分離派からも離れ、グループ展だけに参加することになった。1912年にペヒシュタインは分離派の展覧会に出展したため、 ブルッケから除名された。第一次世界大戦まではバルト海沿岸や南太平洋でも絵を描いた。1923年にベルリンのプロイセン芸術アカデミーの会員に選ばれ教授に任じられた。ナチスの台頭によって1933年にペヒシュタインの作品は大敗芸術に指定され美術アカデミーの教授の座も追われた。1937年に 美術アカデミーの会員からも除名され、作品は没収された。第二次世界大戦で多くの作品は失われた。1945年のナチス崩壊後、ソビエト軍のために働き、芸術アカデミーの教授職に復職した。ありがとうございます。